ドクトルカッチャンラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるやみなさんこんにちは中見ゆきですこんにちはカッチャンです ちゃ今日はなんかもうねいろいろ本並べて頂いてるみたいなんですけどほんとはねもっとたくさんあったんだけどもう全部持ってくるの重いからもう33だけにしたんですけどねまあ大好きなねあの先生であの藤田光一郎先生っていう方のね著書なんですよでこれ「心の免疫学」で非常にねまあユニークなねま先生でですね まあ藤田先生医学博士で東京医科歯科大学名誉教授、はい、人間総合科学大学人間科学部教授というふうにね、はい、書かれてますけども海中博士ってね俗にね言われて有名なんですね、はい、海中ってお腹の中にいる虫の海中で、ままあるいは寄生虫博士ね<ー>、はい、はいで。で、あのー、ねそれから、ね、これなんかもすごく有名、うんはい、腸内革命ああこれも有名ですね、はい、この本。 それからね先日ねお伺いした時にこれ先生から頂いたんですよ新刊でえ刊「脳はバカ」「腸は賢い」これ本当にね面白いタイトルからして面白そうですもねでも初めてお会いして1時間ぐらいいろいろお話したんですけどねまあまっすぐな先生正直な先生自然体の先生え だなと思って、翌日まあ東京から九州ね飛行機行く途中ま乗った時に機内でこれ全部読んだんですよ。まあまさにその通り。だから例えばねちょっとねこんなこと言ったらねあの変なこと言われるかなとかねそういうことって人間いろいろあるでしょね。ま後ろめたいまで行かないけどねだからそういうことは人に言わないし文章にも書かないのよ。先生自分のこといっぱい書いてるからね。 とか、まあ、子供さんのこととかね。うちなんか、そんなこと書いたらね、うちの家内にね、いい追い出されるもんね。ね、自分のこととか、控えめに書きますけど、そういうことも正直に書いてらっしゃる。そうですわ。ね、本当に素晴らしい先生でね。で、これね、あの記念撮影。ね、したんですよ。はい。あ。かっちゃんは藤田先生の本を持ってて、藤田先生もかっちゃんの本。ね。自然治癒力を発動させる三つの条件、こちら持ってくださってます。ね。そうですね。 もともとね確か整形外科だったと思うんですけども寄生虫にまあ興味を持ち出して、うん、で寄生虫の研究をずっと、ねまあ、続けられてその寄生虫も、ね、寄生虫って言ったら、ねまあ、寄生してる悪いもんだってイメージあるでしょ、うん、確かに、ね、でもね、うん、サナダムシって、ね、寄生虫じゃなくて共生虫なんですよ要するに共生してるの人間と。そうななんんですか、うん、なんか 確かうちの母が小さい頃なんかは虫、ね、砕し,し飲まされたりなんていうことがあったかと思うんですけど、はい、実はお腹にいいっていうことですかそうそうそう<ー>、うん、でね、お腹の中でねもうどんどん増えすぎないようにちゃんとなってんのよ、うん、だから1匹飼ってたら1匹のまんま、はい、で卵はね1日に200万個かなすご,い個すごい卵の数を産むんだけど、はい、それがねお腹の中でどんどん増えることないんですよあそうなんですか1匹飼ったら1匹のままそうそうそうそ<ー>、うん、それでねその、まあ ね、サナダムシがいる、ね、のお腹の中でですよいろいろなねこう、まあ、物質を作るんですけども、えー、でそのたサナダムシの腸内細菌がいろんなタンパクとか作るわけですよ、うん、でそれがね人間のアレルギーを抑制したりとかね<ー>、うんまあ、そういう研究されてましてじゃあアトピーで悩んでるとかもう私も花粉症があったりとかしてたんですけど、はいはい、そういうのにもすごく いいっていうことですよね。ままあ、はっきりと効果あるってことなんですよね。<ー>うん、でだからそういう発表をしたら、で海外の学者からはね、うん、素晴らしい。うんうん、で日本の学者からはねバカにされた。ね。<ー>うん、どうなんでしょうね,ねそう。それでそれでそれで,それで笑う寄生虫って本をね書かれたんですけどね。ああ。ねえなんかいいって分かってるからそうしたい人も多分。うん 多いかもしれないけどあでもむなんかお腹の中に虫買うのかと思うと抵抗があったりするんですよね。いやだから結局ねサナダムシっていうね余裕のもねまあよくないんですよねだから例えばサナエちゃんとかね可愛私のおのサナエちゃんそうそう藤田先生は自分の中で飼ってたのちゃんと名前つけてるもんねあそうなんですかそえあちゃんと自ら実践されてお腹にサナダムシくんを飼ってたわけですねそう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 。 <laughs> うん、だから、まあ、要するに、ね、人間と共生関係なんだから植物でいうとね、ええ、ミミズと同じなんですよ植物根っことかミミズいるでしょ、ええはいね、人間で言えばお腹の中にササナムシ買うのと一緒なんですよ。ええ、あミミズがね そうですね。あの周りの土食べてはまあ糞をして、それが栄養になるんですもんね。うん、そ,それと同じと考えたいわけですから。まあ進化論で有名なダーウィン博士がね、うん、まあ昔はミミズの研究をやってたよね。うんうん、それで、え一平方メートルあたりに、ね、うん、まあミミズが大体十匹から二十匹ぐらい。うんうん、で一年間で約ね、五十キロぐらいのうんこを出すと。 いうのをダーウィン博士がちゃんとねデータ出してるんですよ五十キロってすごい量ですけどそうそうだからそれで土がね<ぁ>活性化されて、ええ、で土壌微生物もどんどん増えるんですよはあ。じゃあ同じ原理でサナダムシもお腹の中でもしいればすごくいいものを出してくれるそうそうだから腸内細菌をこう活性化するようなものをね<ぁ>ちゃんとね作ってくれるんですよねでも確かにサナダムシをお腹に飼うっていうと抵抗あるんですけど、うん、今のこのメカニズムを聞いてると、うん ビオネとかの乳酸菌生産物質が入ってるのと同じような感じですよね。まあ、そうですね。ですよね。だからね、まあ、ビオネは乳酸菌と酵母菌の、うん、ね、まあ、代謝産物、まあ、生産物質を原料にこう作ってるわけですよ、えー、ね。で、サナマムシはサナマムシの腸の中で、ね、うん、あのー、まあ、発酵した、えー、まあ。 腸内細菌が作る物質をこう出すわけですよねそれが人間のおを活性化するわけですよだからサラダムシ買うの嫌だったらまあ乳酸菌生産物質を飲んだ方がいいんじゃないかなってことなんですよねその方が気分的にもいいですねそれでねまあ藤井先生はね要するに乳酸菌食べるよりもねね乳酸菌の生産物質が絶対にいいってはっきりおっしゃってるえじゃあ私も実際自分が試してるんですごく実感してますけどね えーでまあ、特にねあの今月、まあ、12月のね、はい、20日以降に発売される「うん、まあニューライフ」っていう月刊誌があるんですよ。うん、でこの「ニューライフ」に私と藤田先生の対談が4ページ掲載されてるんですよ。だからその中にね腸内細菌のこととかまあ、ね、いろいろお話しさせていただいてますので,、うんでまあ、銀行の、はい、まあ待合室とかうん、うん、病院の待合室とか。はい 結構ねあの公共のあの施設に置いてますので、ええ、まあぜひねまあ読んでいただけたら、はい、まあそれからね、えー、まあニューライフまあこれねあ,あの書店でもね売ってるところもありますんでね、ええ、はい。はいはい まあぜひねまあ読んでいただけたらとまあね、うん、あの、まあ、本が出てからね、はい、もう詳しいまたねニューライフのねご案内を YouTube でもさせていただこうと思います、はい。またお知らせしますね。はい。まあこういったお話はあのラジオの方でもいろんなためになる健康になる笑顔になるお話させていただいてますので放送の方もぜひ皆さんお聞きください。毎週水曜日夕方5時45分ラジオ大阪1314でお送りしてます。ぜひお聞きくださいね。ではまたお会いしましょう。 さようなら